市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。團十郎さん、新之助さん、ボタンさん、親子3人で舞踊公演、伝承への道。歌舞伎俳優の市川團十郎さんと長男の市川新之助くん、長女で舞踊家の市川ボタンさんが10日、東京都内で舞踊公演、市川團十郎、ボタン、新之助、成田屋親子、伝承への道、記者懇談会に出席しました。3人揃って襲名したのを機に、若い世代へ伝統芸能を継承するため、江戸時代の文化に生きた人たちの情緒を見ていただこうという趣向。演目はボタンさんがお守り、新之助くんがトンビやっこ、男田で花の吉原で團十郎さんとボタンさんが共演します。親子3人が出演する座談会も開きます。團十郎襲名を実感した瞬間を問われると、昨年10月末に行った手打ち式ですね。團十郎家じゃないと役者総出の手打ち式はないはず。父も確かそのようなことをしました。うちの家じゃないと全員の手打ち式はしません。そこで多くの先輩たち、同輩後輩が並んでくださった。お客様も入って團十郎白猿ということが一つ團十郎になったということと明かし、しみじみ振り返りました。公演は3月30日に東京国際フォーラム、31日に神奈川県民ホール、4月に大阪公演も行います。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。